皆さんこんにちは。本日は奥行きニュアンスアートをご紹介します。こちらのチャンネルではプロのネイリストも知りたくなるようなネイルテクニックを配信していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずはじめにノンワイプレジンジェルで凹凸を作っていきます。こちらのレジンジェルなんですが、効果率を感じやすいので数回に分けて凹凸していってください。再度レジンジェルで凹凸を作ってより立体感を強調させていきます。次にミラーパウダーを先ほどの凹凸にくっつけていきます。本日使用するパウダーはクローから出ているアコナイトブラウンです。ミコロカジェルをしっかり拭くかマットコートを先に塗ることで余分な粉も落ちやすくなります。次にクリアジェルをまず塗っていきます。次にシェア系クリア系のジェルを塗っていきます。今回使うカラーはリッカジェル 176C109C206 3MS です。全体のバランスを見ながらジェルを少量ずつのせていきます。のせる時なんですが、他のジェルを拭いすぎないようにするのがポイントです。こんな感じで奥行き感が出てきます。次にグレー系のジェルを部分的に塗っていきます。今回はプレジェルの M911 を使用します。カラージェルをのせる前にクリアジェルを境目に塗っておくと自然なぼやかしが作りやすくなります。カラージェルをのせた後に境目をクリアジェルで優しく伸ばしていきます。あまりジェルとクリアジェルをぼかしすぎないのもポイントです。最後にトップジェルを塗っていきます。こちらで完成です。光に当たるとこんな感じに見えます。本日使用した材料はこちらです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。